気持ち悪っ。なんですかこれは。誰が誰だか。ルーキーでは、うわこっち向いた。全員ルーキーですね。お何してんだよこれは。もう誰なんだか分かんないですけどね。これだから松井選手じゃないの。これこれ真ん中は松井優さんですね。何やってんだこれ。ブスですね。コートさん、これ今野くん。いやこれは岩出山の何でしょうね。岩出山の妖怪ですねこれは。おいおいおい、いやめっちゃ練習してんじゃんこれ。踊りが揃ってたね。ほんでいやすごい、素晴らしい、ね、キレありましたね、はい、これ、じゃあ皆さん一列にこのまま一列に並んでください。はい、ピッと並んで、ピッと。いや近くで見るとドブスですね。本当にせっかくですからカメラさんに映るようにあっち向いて一列に並びましょう。はい、皆さんあのカメラさんアップで撮ってあげてくださいね。はい、なんか、はい、今何時、一大事とか言ってましたけども、そうですね、見る側に大惨事ですね。そうですね、ただ本当に練習したんでしょうね、ちゃんと踊りが揃ってましたね、はい、踊りがすごかった本当に。まあね、こんちゃん、カメラさん、僕が一番心配してたのが、はい、この方、内田選手ごつい。内田選手のアップももらっていいですか。きついですね、とんでもないブスだなおい。いや自分の顔見れないから後ろ向いても。どうですか今日はこんな格好させられて。気持ち悪いです。気持ち悪いでしょ、はい、自分でもそれは感じました。みんなでどれぐらい練習したんですか。今日だけです。今日だけ。今日だけじゃないでしょう、相当合ってましたよ踊り。本当に今日だけですか、はい、だとしたらすごいことですよ。誰が一番踊りのセンスが良かったですか。松井じゃないですか。あ、やっぱり松井投手。松井投手はもう踊りいいです。見た目に触れてあげてください。見た目、松井投手はもうだって自分じゃなくてこうバレないようにしてるでしょこのメイク。もう誰か分かんない、ね、誰か分かんないもん。どうでした、練習通りできました。コメント真面目だな。試合終了のコメントみたいになってる。恥ずかしいですか。いや大丈夫です。お大丈夫。はい、大丈夫なのがすごいよね。あのチーム的にあんまり大丈夫じゃないんですけども。そうでしょうね、本人的には大丈夫。大丈夫です。はい、楽しかったですか。めっちゃ楽しかったです。お誰お腹出す。いや切ったね。岩手山の星ですって。これもう悲しんでるぜ岩手屋の人たち、はい、こんちゃ ん, んどうしたんだろうと思うよね。せっかくですか、一人一人どうでした。見た目あ楽しく踊れたので良かったです。楽しく踊ってたんだ。岩手山の星だったよ、まあ、楽しいことが一番だもんね。ただすごいブスです。ありがとうございます。なんでありがてんだよ。でもこれはもう宿命ですから ね、うん、さあいやすごい何イケメン台無しになってるんですけど横山さん。本当だ。せっかくかっこいいのに。でもちょっと一番女らしいよねやっぱりね。一番可愛いよね。かもね。うん。向こう怖っ。誰だ今。誰今私だっつった人。全然可愛くねえよ。全然ちょっと自己紹介。はい。はい。
背番号13番浜谷浩大です。よろしくお願いします。今ので気づいた人いっぱいいると思いますよ今日はこんな格好してますけどどうですか。はい、非常に楽しみだったんで、はい、最高です。最高なの。ちょっと癖になってるじゃない。なんかね、こうお下げ触って ね、はい。さあ、そしてこっちも気持ち悪いですけども、自己紹介お願いします。背番号53番相原です。七吉銀行だよね。今は違います。いや、もともと、はい、こう悲しんでますよ、銀行員の人もどんな感じですか。こんな今日こんな格好してますけど、前の仕事とは考えられない。確かにね、当たり前だよ。ものすごいへそ毛出てますけどもね。七十四銀行こんな行事ないからねへそ毛すごいね。ちょっとちょっとこれアップできますか、へそ毛きついきついきつい。こういうのなかなか見せる機会ないから汚いなこれ。お願いしますよ、ね、その辺もファンは見てますよ、はいはい、あといじってない人いたな、ここに、はい、古川さん、あの実はかなりのブスですけどブスですどうですか今日こんな格好して。いや、ちょっと恥ずかしいですね恥ずかしいです。やっぱ恥ずかしくないと多少はね。まあね、でもこれやるとみんな吹っ切れるからね、いろんなことがね。そうですね、はい。ちなみにこれニコニコ生放送で全世界に配信されます。全世界に、はい、全世界はちょっとやばいっすね。やばいっす。親兄弟親戚一同みんな見てますよ。ちょっとこれ年末いじられるやつですね。そうですね、そうですね、はい、確実にいじられます、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはいや、ここにね、ここに一人だけなんかこうチャイナドレスみたいな、一人チャイナ、はい、自己紹介お願いします。私ねやかましいよ関東省から来たね、にじみあるよ背番号38どんどんファンが減ってますよ今今日はなんで一人だけこうチャイナドレスなんですか。俺、本当は自分もセーラー服着たかったんですけど、はい、あの相澤さんが、はい、西宮はチャイナドレスで行こうみたいな話になって、はい、なんかお椀とお玉持ってたんですよ。ああ本当だラーメンの、はい、お前に貸せるタンメンは2位自家長のコウモツさんですね。もうちょっとやるならやるで本気でやってくださいよ本当に、ね、さあそんな命令をした相澤選手、ね、最年長いろいろ仕込んでいただきました、はい。そうね、見た目結構綺麗じゃないですか。いえ、汚いですそばかすどうですかどうですか今日こんな格好して。いや、念願であった念願できて仮装が、はい、仮装が念願でしたか。そうですね。でしてみてどうでした。興奮しました。興奮してとかい普段から女装フェチがあるわけじゃないよね。大丈夫です。大丈夫ですね、はい、たまにそういう人いるから、ね、気をつけないとこの格好で藤崎のあたりとか歩いてる、危ないですよ本当に、あまり出歩かないようにしてくださいね。わかりました、はいはい、ありがとうございます皆さん、はい、さあ本当にね、今年も大惨事で、はい、ございましたけれども、これでも恒例ですからね、うん、まあまあまあ、ルーキーが何かやるっていうのはね、やっぱこうメンタルの強さと、そうですね、内田さんの太もも太えな、すごい、ここ、これこの下何履いてるんですか。ちなみに、あ、スラパン履いてるの。これなんかルーズソックス的な感じなんでしょうけど、完全にブルーザブロディみたいな。そうですね、いやいや、なかなかこういう機会ないでしょうからね、はい、新鮮でしょう。まあこれでね、はい、またハートを強くしていただいて、そうですね、来シーズンに向けて頑張っていただきたいと思います、はい、頑張ってください皆さん。ということでルーキーパフォーマンスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。一塁側に履けてください。一気に目が覚めましたね。すごいな、内田さんの後ろ姿。内田さんの太もも半端なく太いですね。半端ないですね。まあ将来の4番候補ですから。いや、もう皆さん期待してますよ。下半身どっしりしております、はい。